スーパースポーツカーは GT レースという新たな舞台を意識して一つの高みに向かおうとしている。そして今それぞれを競わせる夢が現実となった。スーパーバトル GT カー世界王座決定戦。鋭く研ぎ澄まされた刃物のようなピュアスポーツを目指して彼ら RS がさらに進化した。レースは生産車を開発するための最良の手段。ポルシェ911は一貫したポリシーで30年以上もの間進化を繰り返してきた。レースフィールドへ投入するために特別に作り上げたモデル、それが RS。 そしてタイプ993にも RS が登場した。このモデルの開発で最大のテーマとなったのが軽量化。開発陣は 50g を減らすのにあらゆることを考えたという。その結果実に 120kg もの軽量化に成功。エンジンにも魅力的なスペックが与えられている。排気量を 3.8 リッターに拡大。新開発のバリオラム吸気システムによって300馬力を発生。まさに NA 最強の911の登場だ。このポルシェはスーパースポーツカーを研究するためにベイルサイドが購入したもので、ゆくゆくはベイルサイドバージョンに仕上げていく予定ということだ。まずはノーマルでのポテンシャルを試すため今回のテストに持ち込んでくれた。GT カーにとって世界最高の夢舞台ル・マンを制覇した究極のスポーツカー、マクラーレン F1。 今回のスーパーバトルはこの車なしには成立しない。 F1 デザイナーの鬼才ゴードン・マーレーが究極のロードカーとして設計したこの車はボディのすべてを先進のコンポジット材で構成。剛性面での数値はスチールやアルミでは達成できないレベルとなっている。 ABS やトラクションコントロールなどはドライバーの感覚を鈍らせる不要のものだというゴードン・マーレーの考えのもと、確実に路面を捉えるための空力デバイスに電子制御システムが盛り込まれている。ボディの下の空気をサクションファンで吸い上げダウンフォースを発生させるグラウンドエフェクトシステム、ブレーキ冷却用のフラップ、それらはかつて F1 マシンに採用されていたメカニズムだ。サスペンションは無駄な動きを出さずストロークさせるためにグランプリマシン並みの緻密な設計を要したという。まさに考えられる最良の素材手法を使い一切の妥協を許さずに作り上げられた車だからこそ、他の車たちと同じ土俵で競わせることで本当の素晴らしさが確認できるはずだ。F1 テクノロジーが盛り込まれ、また一歩磨き上げられた羽馬フェラーリ F355 ベルリネッタ。
昨年のデビュー以来、その評価は高く、好調なセールスを記録している F355。 この車もぜひ走らせてみたい一台として、その機会を待ちわびていた。348をベースにシンプルにリファインしたというスタイリングは、誰が見ても素直にその素晴らしさを理解できる。 F355 のコンセプトは、乗って得られる感動がより素晴らしいもの。ドライビングポジションの見直しをはじめ、手元の操作で2段階に切り替えできるダンパーなど、今までドライバーが車に合わせなければならなかった部分を減らし、誰にでも扱いやすい車に仕上げた。 F355 ベルリネッタは、新しいフェラーリの方向性を示す非常に興味深いモデルなんだ。社名になっている 3.5 リッター5バルブエンジンは、この車の最も注目すべき部分。軽量ピストンやチタンコンロッドなどムービングパーツの改良により、実に8200回転で380馬力を発生する。 F1 テクノロジーの香りを漂わせる強力なエンジンに美しいボディ、これこそ本当のフェラーリなのだ。日本が誇るスーパーハンドリングマシン、 NSX-R。 究極のハンドリングを実現するために、ホンダが技術を結集して作り上げた車、 NSX-R。 抜群のコーナリングスピードでポルシェやフェラーリに対してアドバンテージを持っていたが、新しいライバルたちの出現によって、今再び勝負する時が来た。スーパースポーツカーが持つ心臓、エンジンの絶対的なポテンシャルと加速トラクション性能を見るため、テストはゼロ戦加速から行った。最初の対決はこの2台から。いい車ばっかりなんで真面目になってます。で、少しでも皆さんに、詳細を伝えたいなと思っております。国産車勢ちょっと代表して頑張ってみたいと思います。 NSX 軽さを生かしてややリード。フェラーリだぞ。さあ04はどうだ。あー04がいい勝負。あーやっぱりパワーあんだな。1000m 伸びていけよ。5バルクは上からだ。エンジン特性を遺憾なく発揮する355。パワー差を考えれば NSX も大健闘。 3.5 リッター対 3.8 リッターになった 911RS でも音が変。お尻ケツの下がね、すごい振動ドーンドーンって。さあスタート。なかなかいい勝負。ちょっと04ほとんど変わらず。50過ぎのおじさんがこんななってやってるのってちょっと気持ち悪いですよね。またしても355早い。さて国産 GT クラスはアンダーパワーのグレードも考えて設計しなければならない。その事情を考え、NSX 以外の2台はチューニングカーとした。まず国産のスーパーカービルダーを目指すベイルサイドからはスープラ。過去2度の登場から一段と煮詰められた足回りがポイント。エンジンは相変わらず680馬力をオーバーする大パワーを確保。内装のどことなく現場らを思い起こさせる仕様は変わっていない。続いてエスプリからは GTR。
6月号の GTR 特集で筑波最速ラップを叩き出した結果が認められ、初のスーパーバトルエントリーとなった。ただし今回は全てを公認とするレギュレーションからマフラーを変更、そのためにデータよりも若干のパワーダウンを強いられての走行となる。国産チューニングカーの対決はターボ車同士の一騎打ち。大変だよこれ、アクセルとクラッチワークは。お年寄りには向かない車じゃないかと思うんですけど。若返ってやるよ。若返るっていうのはやっぱり若者の言葉じゃないですか。うるさい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 。さあスタート、スープラ激しいパワースピン。ゼロ用を制した GTR もスープラの絶対パワーにはかなわず。世紀の対決、ベイルサイド対マクラーレン。僕は初めて乗りますマクラーレン F1 GTR っていうのかな、すごい車だと思う。さあスタート。マクラーレン、カタログより速いタイムをマーク。ゼロ戦はなんと19秒台を記録。突然の大雨となったスラロームテスト、今回は操作に集中したため各社の評価は終了後にまとめてもらった。高速スラロームでハンドリングは安定してる、警戒感があるのはやっぱりそのコンセプトの違う R の2台、ポルシェの RS、まあ、これはロールケージまで入ってまして剛性も上がってますし、NSX の R、まあ、これはあの多くはコメントいらないと思いますが、やっぱりああいう雨の中でもスラロームやってみると車の重量あるいはその剛性、バランス、あるいはサスペンションの荷重変動の少ない硬いサスペンションというのは非常にいいなと、まあ、これはあくまでも一般道じゃなくてそういう試験路での高速スラロームの感じですけども、滑りに入るまで安心して、振り回すことができて、その途中のハンドリング荷重移動が非常に少なくなっていると。ですからその瞬時瞬時次に起こるのがこう読めてくる、その辺がちょっとポルシェの RR と NSX のミドシと車のレイアウトは違うんですが、やっぱり非常に近い、荷重変動を少なくしてやると。でその中でやっぱり NSX のバランスの良さみたいなのはまだまだこういう車の中に入ってもあるなっていう感じがしました。でかといってね、今回ね他の車がダメかっていうとそうじゃなくて、今回の車はね4台とも素晴らしい車ですよ。フェラーリの355なんかはやっぱりロードカーとしてのコンセプトが強いんで、パワーステアリングも非常に効かしてますし、だからその分いまいち操舵感がない。あれだけパワーステアを強くするんならむしろキャスター角をもうちょっとつけて、操舵感をもうちょっと出して直進性を良くした方がいいかなって気がしますね。でバネなんかももうちょっと硬くしてストロークを抑えれば、これももうもっともっとすごい車になっていくかなと。しかし一般道あるいはそのロングドライブを考えるとやっぱりこういう味付けだろうなって気がします。でその中で、348にあったようなちょっといきなりリバースするようなところはもうしっかり直ってますね。リバースする前から大体分かってて、リバースし始まってもいきなり来ない、非常にそのコントロール性能良くなってる、非常にまとまった車になってきたかなと。まあちょっと足が見てても分かるように非常にロールが落ちて、だからあの NA のねスーパーレスポンスのエンジンだから、まあ、コントロールが
結構しやすいのかなとは思うんですけども、ちょっとねロールが最後止まり気味のところまで行ってるんで、もうちょっとねしなやかに動くところでああいう車だったら動いてほしいなと。でやっぱりマクラレンだよな、すごいのはもうボディ剛性がとにかくしっかりしてる。それで12気筒の重いエンジンを積んでる割にはミッドシップで NSX なんかもよりももっと前にエンジンを積んでますんで、そんなにリアが重いって感じはしない。ちょっと手を加えるだけでもうボディなんかいじらずにストロークを抑えてバネダンパーをもうちょっとレースカーに仕上げていけばね、それだけでもうレーシングカーになってしまうなと。ただやっぱり今日の車はあくまでもロードカーですから非常に柔らかく、してある。でマクラーレンみたいなところがよくここまでね一般道の乗り心地振動を抑えて質のいい車に仕上げたなと。これは日本の量産メーカーがね、ちょっとそういうところを勉強しなきゃいけないほどちょっと仕上がってるなという感じがしました。でもうちょっとドライだったらねもうちょっと大きく振れたんですが、やっぱり雨で、スピンし始まったらおそらくコントロールできないと思いますので120-130で振ったんですが、そのバネとダンパーが柔らかい分こう荷重変動はしますが、それはもうリニアにこう変化していってるんでね、非常に楽しくて質感があっていい車だなと。あるところから急に変化することがなくてね、まあ、今日はマクラーレン F1、まあ、スーパースポーツカーにこれにその感心させるばっかりなんですが、まあ、いまいち残念なのはもうちょっとね路面がドライになってくれればもうちょっと別なところが見れたんですが、でも結果的に雨の中のこういう非常にミューの低くなったところ路面の水が溜まったところでも各車安定してて、非常に それなりの車の感じが出てたっていうのは今回のテストは非常に良かったなって気がします。現在考えられる車の中で、まあ、やっぱり最高のものだと思いますよね。もうやはり金額的にも高いですけど、やっぱコストそれなりにかかってるしね。だから今の車を作る技術というものを考えると、今あれ以上の車を作ろうということに関しては非常に難しいでしょうね。だから彼が要するにゴードンがあらゆるものに対してこだわってる。だからこだわりの部分ももう妥協してるところは一つもないわけです。だからそういうものに対してああやっぱりすごいなっていうものを感じますね。ロードバージョンの車っていうのはお乗りになりました。乗りました。それと GTR の違いっていうのはどんな感じですか。GTR というのはロードバージョンをロードバージョンでなくした車が GTR ですよね。だから別に何も変えてないです。大してオーディオ取ってエアコン取ってマフラーストレートにしてそれしたら、まあ、エアロパーツちょっと違うけどね。だからほとんど何も変えてないです。トランスミッションはちょっと強化してるけどね。要するにコンセプトが違う、スペックが違う、どうにもなんない。だから要するに作るという段階からもう全く違う道で作ってるわけだから、スープラはじゃあ何千台3千台作りましょうよ、ね、この車3千台作ってどの、ね、売り上げがどうのこうのっていう話がある。マクラーレンっていうのはまずコスト考えないで好きな車作った上で値段を決めてるわけです。